ありがとうございます。私から特にございません。管理書から1点伺わせていただきます。はい、今日にも川端前国際統括官が起訴される見通しとなっていますけれども、改めてその職員職員がどのような事態を起こしたことへの受け取りと、それから佐野前局長の件に含めて関係者の処分等についてもし検討されていることがありましたら教えてください。はい、この起訴云々につきまして報道は承知をしておりますが、捜査当局において、決定をされる話でございますので、コメントは差し控えたいと思います。また人事上の措置につきましては、今後後半の状況と踏まえてですね、必要な対応を取って、参りたいと思っております。なお、これ前も申し上げたことですが、一般的には職員がもし起訴された場合はですね、国家公務員法の第79条の第2号に基づいて、起訴休職とすることができると、されておりますので、今後の状況に応じて検討してまいりたいと考えております。はい、私も根岸です。先日発表をしていただいている服務規律の遵守状況の調査の関係なんですけども、細かい点なんですが、この必要に応じて人事上の措置を取るという、この人事上の措置というのは、どういうことが想定されているんでしょうか。はい、服務規律の調査をいたしますと、それに基づいて、結果がいろいろ出てくると、こういうふうに思いますので、それに基づいてですね、処分等を行う検討になろうかと、こういうふうに思います。新聞の二人です。一部報道でですね、次官の、辞任不可避などという、報道もあったんですけれども、これについて大臣にどのようにお話をいただけますでしょうか。はい、この今のようなですね、事態を受けまして事務次官に対しては、この公募型事業についての適切な対応と、それから文部科学職員の服務規律の遵守状況調査の検討、こういうことを指示をしております。この指示に基づいて、調査検証チームの設置を決定をしております。都大次官にはですね、服務規律の遵守状況、また公募型事業の選定プロセスの調査のほか、文科省の在り方の検討などに取り組んで、文科省に対する国民の信頼回復に向けて職責を果たしてもらいたいと考えております。はい、じゃあ後ろから。はい、時間に関しては、これも報道で逮捕されている谷口この会合に出たことがあるという報道が出ているわけですけれども、それについて今大臣のようにお考えです。はい、報道は承知をしておりますが、私としては今の段階で、先ほど申し上げたようにですね、しっかりと職責を果たしてもらいたいと、こういうふうに考えておるところでございます。はい、NHK の中で今の関連してなんですけれども、前も少し関連したことを伺ったとは思うんですが、この今、先ほど出てたその谷口氏という不動コンサルタントの元役員の人との その会合だったり接待だったりというところに、文科省の他のその複数の幹部の方、今回逮捕されている人たちだけじゃなくて、もう幹部の方も参加されているということが、取材でも分かっているんですけれども、それについては、はい、先ほど申し上げましたように、服務規律の遵守状況調査をやるということになっておりますので、そこでしっかりと調査をしていただいて、その結果に基づきまして、必要であれば、先ほど申し上げたように、処分も検討されることになろうかというふうに思っております。調査チームのその結果っていつぐらいまでにされたいこれはなるべく早くとは思っておりますが、調査チームを作って、しっかりと調査しなければなりませんので、それ相応の時間がかかるものと考えております。今月中には、8月下旬にと前回おっしゃってたと思うんですけれども、調査チームに関しては、現在、準備はどうはい、この間申し上げたところから、
新しくご報告を申し上げることは特にございませんが、まあ、速やかに立ち上げて調査を開始したいと思っております。文科省の後、若手の方も集めたタスクフォースの話もありましたけれど、うん、それもまだだから進んではいない。この若手のタスクフォースにつきましては、すでにこの公募をですね、開始をしておるというふうに聞いております。でも天下りというか再就職問題があった後にも同じように文科省の将来を考えているか、あり方を考えるって全く同じようなタスクフォースだったのか、会があったかと思うんですけれど、それと今回は何を考えるというか、どういう際ですか。これは先ほど申し上げましたように、この文部科学省創生実行本部は私を中心としてメンバー構成を考えておりまして、この文部科学省未来検討タスクフォースの議論を受け止めてですね、信頼回復に向けて新しい文部科学省を創生するための方策の取りまとめ、実行を担うということにしたいと考えております。で、先ほど申し上げましたように8月13日の午後に省内公募を開始をしておりますので、この応募の状況を踏まえてですね、必要な運営体制を整えた上で、8月下旬または9月上旬にはですね、第1回を開催できるように準備を進めてまいりたいと、そういうふうに考えております。はい、東京医科大のその不正入試 の、まあ、その調査報告書がまとまったことを受けて、前回の会見でも私学助成をどうするのかという質問があったと思うんですが、そのあたりの検討や対策、措置の状況、進展があったでしょうか。はい、この報告を受けたところでございますが、これを精査をいたしましてですね、必要であれば、この必要な措置を検討する、この間も申し上げた通りでございます。